はい、実況させていただいておりますシロックマンです。よろしくお願いします。はい、はい、今日はね、はい、いつもとまた違うね、実況を撮りたいと思います。はい、音楽はね、まずこれ、はい、ジェホというねアーティスト、ちょっとね無名のシンガーソングライターのねなんですけども、ちょっとか今回ねそれのベスト、僕はねベスト選曲でねかい、あのをかけてます。これミニディスクですね、 MD ね、ミニディスクかけてます。はい、今回はね、まあ、ちょっとホビー特集ってことで、一応ね、食玩というかフィギュアをね、紹介していきたいと思います。前にね、ゲームのね、ファミコンのね、関連のあの食玩をお見せしましたけど、動画ね。はい。今回は、人形系のね、フィギュアというか食玩をね、僕のコレクション、お見せしていきたいと思います。一応ね、これはリクエストがあったもので、一応ね、食玩フィギュア持ってれば見せてほしいというね、リクエストがあったもんで、ちょっと今回ね、動画にしたいと思います。なかなかちょっとね、確かに食玩フィギュア系というのはね、今まで僕ね、SNS で紹介してるのは少なかったんでね、まあ、動画として紹介してるのもいいかなと思ったもんでね。はい。今回ちょっとね、食玩フィギュア系をね、お見せしたいと思います。まあね、たくさん僕もね、持ってるんです、実はね。あの、10年ぐらい前にね、食玩フィギュアを買うのにハマったことがありましてね、集めてた男があったんで、まあね、それ以来買ってないですけどね、その頃に買ったものをちょっとお見せしていきたいと思います。はい、まずこれ。はい。ドラゴンボールの、16号ですね、これね。はい。はい。まあ、どんどん見せていきますよ。はい。これは、ランチ。ランチですね。で、これがシェンロン。シェンロンです。ね。はい。うん、これがついてるんですけどね。ちょっと取れちゃってるな。はい。これ18号ですね。飛んでるとこですね、これね。はい。で、その夫であるクリリンですね。はい。クリリン。これね、こうやってついてたんですけどね、外れちゃったんです。ね、折れちゃってんですよね、これ。うん、で、これが、これはブルマですね。はい。これね、見せてる、今まで見せてるのやつ、これね、ドラゴンボールのね、コミックスの、ね、表紙は、あれですね、背表紙の絵がね、こういうフィギュア化されたものですね。でこれ海王様ですね。はい。これ本当はうんちがここについてたんですけど、ね。取れちゃってますね。で、これが悟空。子供の時の悟空ですね。はい。で、これが亀仙人。ちょっとね、ほこりがついちゃってるんですよね。ちょっと汚れてるんですよね。うん。はい。で、これ、ヤムチャですね。ヤムチャ。ヤムチャですね。こんな感じで。これ、まあ、昔のヤムチャですね。で、これ、ご飯ですね。はい。子供の時のご飯ですね。はい。はい。これ、カリン様。で、これが悟空ですね。悟空のスーパーサイヤ人の悟空ですね。はい。
コミックスの最後の方に出てきたあれですね、背表紙のとこですね。はい、でこれギニューですね、ギニュー、はい、はい、でこれはね、ヤジロベイとプーアルですね。はい、まあ本当はヤジロベイと、ね、ヤモチャがね一緒に来るんですけど、組んでるあれですけど、なぜかヤジロベイとプーアルになっちゃってますけどね。はい、ほんでね、やっぱね、ドラゴンボールのね、旧コミックスの背表紙ってヤジロベイ2回出てくるんでね、もう一回ここにいるんですよ、もう一人ね。ヤジロベイ二つあるんですよね、だからね。うん。まあ、鳥山明先生の、まあ、ちょっとミスで、ヤジロベイがね、二人になっちゃったというね。うん、ちょっと埃ついちゃってるから、いや、なんか白髪みたいになっちゃってますけどね。これ外に置いてあったやつですからね。外っていうか、まあね。で、これが、ウーロンですね。はい。ウーロン。ね。で、これが17号ですね。飛んでるとこですね。17号ね。はい。で、これベジータですね。はい。飛んでるとこですね、これね。ベジータはね。はい。で、これがセルですね。はい。セル、まあセミみたいですよね、セルってね。はい、でこれがピッコロですね。はい、ピッコロも飛んでますね。はい、でこれがウミガメですね。ドラゴンボール史上一番弱い最弱のキャラと言われているウミガメですね。で、これはまた別の種類のフィギュアなんですけども、これはドラゴンボール GT に出てきたラスボスのスーパーイーシンロンですね。まあ今のところ一応ね、最強の敵じゃないかと言われてますけどもね、ドラゴンボールスーパーのね、ジレンとかよりも強いんじゃないかとも言われてますね。はい。じゃあ、ドラゴンボール GT は、ドラゴンボールスーパーよりも後の話なんで、もうね、じゃあ、ドラゴンボールっていうのは、話が進むごとにね、インフレが生じるもので、強さのね。だから、一番最後のドラゴンボールのね、話の最後の敵なんで、一応、最強じゃないかと言われてます。はい。はい。で、これが、ベビーですね。はい。ドラゴンボール GT に出てきた、ベジータベビー。ベジータがね、ベビーというね、ツフル人のね、が作った、化け物に、こう、乗っ取られてですね。で、こんな姿になって、はい。ベジータベビーと言われるね、はい、敵です。はい。で、これがフリーザですね。フリーザ。まあ、第一形態ですね、フリーザのね。はい。で、これはね、ドラゴンボール、確かね、ドラゴンボールの、あれかな。何を手に入れたやつかちょっと忘れましたけどね。何のやつだったかな、これ。なんか、買った特典だったと思う。DVD かなんか特典だったかな。だったような気がするんですけど、時計なんですよね。2006年って書いてますね。うん。これ時計なんですけど、これね。電池が入ってないから、ね、つかないですけど。一応これ、サイヤ人の、とか、サイヤ人の宇宙船というよりは、これ、フリーザ軍の宇宙船って言った方がいいですね。うん。そうですね。あと忘れてましたけど、このデンデがいました。はい。こんな感じですね。一応神様ですからね、今はね。で、これ。はい。
これはもうドラゴンボールではないですけど、デッドアライブの霞ですね。セーラー服姿のポニーテールバージョンですね。これ一番お気に入りです、個人的に。ポニーテールの女性が僕すごい好きなんで、しかもセーラー服も大好きなんでね。ここをすればパンチラもね、見られるんです。パンチラもありです。こうやってね。これ外せば、こうやって思いっきりパンツが見れます。はい。こんな感じで、ね、パンチラもできると。はい。で、これもね、霞ですね。はい。霞。これもポニーテールしてるバージョンですね。はい。はい。これもね、これも確かデッドアライブのキャラクターじゃなかったかな。ちょっと名前忘れましたけどね。巨乳ですね。うん。ちょっと汚れてんですよね、どうしてもね。で、これもデッドアライブのキャラクターですよね。何の、名前ちょっと忘れましたけどね。うん。で、これが春日ですね。鈴宮春日ね。はい。これもお気に入りですね。個人的には。はい。で、これが、何やったっけな、G テイストっていうね、作品があるんですよね。ディアボーイズ描いてる作者の方の絵なんですけど、これね。はい。G テイストっていうちょっとエロいね、漫画があるんですよ。それのキャラクターです。名前ちょっと忘れましたけど、このキャラクターのね。名前書いてあるかな、後ろ。名前書いてないですね。うん。これもお気に入りです、個人的には。はい、で、これはね、何のキャラだったかな。これ、ただちょっと何のキャラかちょっとわからないんですけど、買ったんですよ。いいなと思ったから。何だったかな、これ。見たことある気がするんですけどね。で、これが、鈴宮春日の憂鬱の、これ、あれですよね。何やったっけな。朝比奈ミクル、ミクルやったっけだったような気がします。だったような気がします。はい。後ろに書いてる。2006年って書いてる。名前がちょっと、確か朝比奈ミクルですよね、これね。うん。で、これチュンリーですね。これ巨大フィギュアなんですけど、はい、これ前もお見せしたことありますけど、これチュンリーよくできてます、これ、うん、結構お気に入りです、個人的には。はい、ちょっと全身お見せするの難しいですね、ちょっと大きすぎて。うん、こんな感じで。はい、で、これもちょっとでかいフィギュアなんですけど、ちょっと白のり前ですね。はい。これもね、よくできてますよね。これもお気に入りです、個人的には。すごく。ポニーテールですしね。はい。これも前見せたことありますけどね。はい。大きいんです。一番大きいフィギュアです、僕が持ってるフィギュアの中でね。はい。で、これもね、これも巨大フィギュアですけども、ちょっとホコリがついてるんですけど、ナコルルですね。剣がね、折れちゃってるんですよ。ここに剣があったんですけど、折れちゃってるんで。うん。ちょっとね、ほこりついてるんですよね。外に置いてあったやつだからね。これもお気に入りなんですけど、一応ね。外のね、地下倉庫に置いてあったんですよ。これね。こんな感じで。はい。ナコルルはね、かわいいですよね。これ。知らない前は、これ、そうか、ちょっとあれやな。まあいいや、はいはい。っていう感じで、フィギュアね、ちょっと一旦この辺のも片付けたいと思いますが、まだまだあるんで。ちょっとね、数が多いんですよね。全部紹介できるかどうかわかんないですけど、この時間内にね。
15分経ってるのか。あんまりもたもたね、紹介してると時間がすぐ経っちゃうからな。数が多いんですよね。それと、まあここにもありましたね、忘れてましたけど、これセーラームーンですね。セーラームーン、はい、セーラームーンの食玩です。これ実は首が外れてたんですけど、あの一応接着剤でつけました。はい。さすがに首取れてるのはかわいそうなんでね。はい。で、一応これもね、はい。これ、セーラーマーズですね。これも首が取れてたんですよね。だから接着剤でつけましたけど、はい。で、これ。セーラージュピター。ポニーテールですね。これも首取れてたんですよ。だから接着剤でつけました。はい。で、これ僕が一番好きなセーラーヴィーナスですね。はい。これも首が取れてたんでね、接着剤でつけましたけど、なんかね、首が細いからね、なんか知らんけどね、首が取りやすいんですよね。うん。はい、4人です。ちょっとセーラー何やったっけ、マーキュリーがいないですね、ショートカットのね。それは気にしないでください。持ってないんですけどね、はい、ただ持ってないだけなんですけど、4人しか持ってないんです。はい、じゃあね、ちょっとどんどんお見せしていきたいと思いますけども、ちょっとね、今回あと、まあちょっとね、食玩フィギュアではないですけど、ちょっと僕が昔やってた仕事にね、関係してくる人形、これですね。はい。はい。これはね、なんていうのかな。美容師僕昔やってたんですよね。その時の、まあ一応、ウィッグと言われるものですね。はい。美容師用ウィッグというか、ロングヘアウィッグって言われるもので、一応レジーナっていうメーカーからね、メーカーのもので、一応だからレジーナっていう風に呼ばせてもらってるんですけど、僕の中ではもうラブドール扱いみたいな感じになってますけど、まあただ飾ってるだけなんですけどね。はい。一応ね、ロングヘアアップ用のウィッグなんですね、これね。カット用ウィッグじゃなくてね、ロングヘア用のウィッグなんで、ロングヘアアップとかの練習用ウィッグなんですね。だから、これ一応ロングヘアなんですけど、ポニーテールにしてますね。はい。まあ僕、ポニーテールの女性が好きなんで、一応ポニーテールに。ちょっと分かりづらいな、これ。こんな感じですね。はい。はい。じゃあ、ポニーテールにさせてもらってますね。一応、前髪あるんですけどね。こうやって下ろしたりしたらあるんですけど、ちょっと上がってる状態になってますね。これね、はい。こんな感じです。はい。まあ、なかなかね、見れないと思うんですよ、これね。美容師やってる人じゃないとね。うん。貴重なので、一応お見せしますね。はい。これ大事に取ってあるんですよ、これだけはね。1クラス、城本慎一って書いてある。あんまり一応専門学校でね、一応これを使ってたんで、はい。でも一応もう1体あります。2体あるんで、はい。これも同じ、全く同じですね。はい。こっちはね、まあ、前髪がない状態でポニーテールにしてますね。はい。ロングヘアウィッグですね。こんな感じで、まあ、ちょっとね、少々汚れてますけどね。はい。まあ、可愛い顔してますよね。うん。マドンナメイトロングって書いてますね。はい。まあ、こんな感じ。なかなか貴重なんですよ。こういうのってなかなかね、美容師やってる人しか見れないんで、はい。貴重なんですよね。だからこれだけ取ってあるんですよ。美容用具ほとんどね、処分したんですけどね。シザーって言われるハサミ以外はほとんど処分しちゃったんですけどね。これだけは残してあるの、置いてあるの。可愛い顔してるし、割とね、
なんかラブドール的な感じですよね、なんかね。うん。はい、じゃあ食玩の紹介ね。ちょっと毛がえらい抜けてるな、これ。髪の毛がね、ちょっと抜けるんですよね、どうしてもね。うん、はい。じゃあね、食玩の紹介やっていきたいと思います。ちょっとね、これもう紹介してしまいたいんですよ。ずっと部屋に置いてあるのもね、邪魔なんでね。今日紹介してしまって片付けたいっていうのがもうあるんでね。はい。これはなんか、食玩ではないですけど、これね、仮面ライダー、ウルトラマンや。ウルトラマンですね。うん。これ最近のですよね。最近のウルトラマンですよね、これね。うん。さあ、ちょっと袋にまとめて入れてあるんで、はい。袋にまとめて入ってるんですけども、これちょっとね、ここに出すよりは、こっちに出した方がいいか。で、一個ずつ紹介した方がいいですね。はい。これ、孫悟空。これ、ね、カラーじゃないんですよね。うん。ちょっとあれやなぁ。まあ、いいか。はい。なんか、えらい。見づらいなぁ。まあ、いいか。はいはい。孫悟空です。孫悟空って書いてますね。はい。で、これが、ピラフマシーンですね。ピラフマシーン。ね。はい。ちょっと汚れてますね、やっぱりね。はい。これも悟空ですね。孫悟空。ね。なんか、粘土みたいな感じだね。はい。これはあれですね。ピッコロの子供の時ですね。これ、マジュニアですね。はい。で、これが神様。ね。神様。なんかさっきからドラゴンボールのフィギュアばっかりですけどね。で、これ亀仙人。ね。これなんか、父のね、あれ、頭のあの、ヘルメットのカッターみたいなのがここに刺さってる時の亀仙人ですね。これが、ヤムチャ。ヤムチャですね。ヤムチャね、はい。で、これが、ピッコロ大魔王ですね。最初の悪のピッコロ大魔王。ね。はい。元祖ナメック星人ですね。で、これランチ。ランチですね。で、これが、クリリンですね。これ牛乳配達の修行の時のクリリンですね。はい。で、これが、レッド総帥。あ！ちょっと待って、足が取れてるぞ、これ。ん？そうか、こういうことか。こういうことや。レッド総帥とブラックサンボー。足が取れてんね、これ。とりあえず後回しですね、これ。うん、足が見つからない。はい。これは、父と悟空ですね。はい。これ本当はこうだ。これ外して、これ向かい合わなきゃいけないんです。なんでこれ向かい合ってないの？これ外れないのか？外れないよね。なぜか向かい、ね、夫婦なのにね、向かい合ってないんですよ。なんでこう、お互い別の方向向いてんの？これ、外せると思うんですけど。あ、外せますね。うん。あ、でもちょっと固まっちゃってるな。まあいいか。はい。これウーロンですね。ウーロンとプーアルって書いてある。ウーロンとプーアルだか。これか。外れちゃってんですよね。はい。こういう感じです。この二人ね、仲悪いですからね。はい。はい。で、これ、ピラフ一味ですね。はい。ピラフとシュウとマイ。あれ？もう一人いなかったっけ？
犬のやつ、犬じゃないわ。あれ、3人いたんじゃなかったかな。え、4人組ですよね、これ確か。なんで1人いないの。で、これがブルマですね。あ、手が取れちゃってる。ブルマ。あ、これか。これですね。こうか。あ、違う。こうか。こうや。こうですね。これブルマですね。はい。最初の時のブルマ。で、これは天津飯とチャオズですね。はい。で、これ、悟空とブルマ。あれで、恐竜に乗ってるやつですね、これね。恐竜に乗ってるやつ。はい。あ、これ、マジョニア。またダブってますね、これね。ダブってます。さっきも出てきました。で、これが、クリリンとヤムチャですね。はい。クリリンとヤムチャ。で、これが天津飯ですね。これあれ、気候法をやろうとしてる時ですね、これね。天下一武道会でね。あ、これ、ありましたね、ここに。向かい合ってる悟空とブルマ。ね。こっちのバージョン。ね。こっちが本当ですよ。これブルマですね。はい。あ、これ逆になってるな。ブルマって書いてるけどちょっと薄くなっちゃってますね、字がね。はい。とかほこりがついてるな。どうしようもないですね、やっぱりね。長いことね眠らせてあったから。これなぜかマリオが出てきました。これね、あのドット絵のマリオですよね。それを立体化させたやつというかね。はい。で、これ、悟空ですね。はい、悟空、ドラゴンボールに乗ってる、送信中に乗ってる悟空ですね。はい。これ、ランチ。ランチです。これは、まだね、くしゃみをしてないね、おしとやかなバージョンのランチですね。またこれ出てきましたね。悟空とブルマのあの恐竜に乗ってるやつ、これダブってますね。で、これがあれですね、トニンジンカーですね。ウサギ団のね、はい。こいつに触れると人参になってしまうという。ある意味、こいつが一番強いんじゃないかって思っちゃいましたけどね。はい。と人参か。懐かしいですね。はい。これが、カリン様。ね。ほこりがついてるのね。これが、ヤムチャとプーアルですね。車に乗ってる。はい。後ろにプーアルがいます。こっちにプーアルいますね。はい。ヤムチャとプーアル。はい。
はい、これでも孫悟空って書いてるんですけど、大猿の時の悟空ですね。これ第二巻あたりでピラフの城をね、破壊してる時の悟空ですね。この悟空がね、じいちゃんの孫悟空、孫悟飯をね、踏みつぶして殺しちゃったというね。はい。はい。これ、悟空とブルマ。今度はバイクに乗ってるバージョンですね。はい。出会った時、出会ったばかりの時のね、悟空とブルマですね。で、一応見つかりましたけど、これ、足が。はい。レッド総帥の足見つかりました。外れてた足がね。はい。なんか義足みたいになってるけどな。はい。あれ？つけないな、これ。つかないね。はい。これね。ブラックサンボーとレッド総帥です。レッドリボン軍の総長というか、総帥ですね。はい。で、これが、亀仙人とウミガメですね。はい。ですね。で、これがマジュニア。さっき、これもダブってますね。さっき出てきましたね。で、なぜかちょっとこれね、わかんないです。どっか行ってしまったんですけど、タオパイパイなんですよ、これ。いないんですよ。ここに立ってないんですよ、これね。どっかにあるんでしょうね、これ。どっかにあると思います。これね。なぜか、これだけになっちゃってるね。ちょっとまた後で出てるかもしれないから、置いときましょう。で、これが、スライムですね。スライムとスライムベース。ね、キーホルダーですね、これね。で、これはフィギュアじゃないですけど、なんか、キーホルダーというか、ドラゴンボール界の、ね。あれですね、スラップです。携帯ストラップですね、これね。はい。ピッコロ。ピッコロですね。で、これベジータですね。ベジータ。ドラゴンボール界だから割と最近といえば最近ですね。で、これはクリリンですね。はい。クリリン。で、これ、亀仙人ですね。はい、で、これがシェンロンですね。シェンロン。で、これがヤムチャですね。ヤムチャね。はい。で、これが天津飯ですね。気候法しようとしてる時のね。で、これが悟空ですね。はい。つ感じで。以上ですね。この中の袋に入ってたのは全て紹介しました。これ一個一個ちょっとね、直しながら、片付けながら紹介しないと、ちょっとさすがに量が多いんで、はい。こうせっかく組み立てたやつも全部バラバラになっちゃいますから、これで。もうこれでね、でもまあね、飾るとこはなかなかね、うち狭いからないんでね、どうしてもね、こういう感じでちょっとね、袋に入れてしまう感じになっちゃうんでね、どうしても。これに入れてんのに、ホコリがになってるってどういうことなんだろうね。ちゃんと袋に入れてあるのにね。どうやってホコリが立つのかなと、ちょっと疑問になり、思いますけど、こうやって閉めてね、ちゃんと袋閉めてね、保存してるんですけど。ちょっとタオパイパイだけはとりあえず置いときましょう。また、後で出てくるかもしれないんで。はい。こういう袋のがね、いっぱいあるんですよね。はい。ちょっと。はい。これ、ね、フリーザですね。はい。フリーザ。で、これがね、16号ですね。はい。人造人間16号。で、これ、ピッコロですね。なんだっけ。魔漢光殺法をね、打とうとしてる時のピッコロ。はい。ちょっとほこり立ってるけど、これベジータ。ベジータですね。これ昔一人暮らしするときは全部飾ってたんですよ、部屋にね。これヤムチャですね。
ヤモちゃんね。はい。これ父ですね。はい、父。ちょっとほこりが立ってんのかな、なんか納得いかないんですけど、袋にちゃんと入れてんのにね。これフリーザーの、これあれか。フリーザーのあれか。あの、ジャケット外したバージョンのフリーザーやね。ジャケットというか。で、これは亀仙人ですね。はい。亀仙人ね。はい。で、これウーロンですね。ウーロン。と、ウーロンとプワルですね。これ16号って書いてるから、これ、ここにこう、ね、立つっていうか、っていうやつですね。で、これが17号ですね。はい、17号。いっぱいあるんですよね。ドラゴンボールのフィギュアが一番多いんですよ。これがベジータですね。ベジータね。はい。で、これが、これはあれですね。海王様ですね。はい。で、これが、これはトランクスですね。トランクス、スーパーサイヤ人トランクスですね。あ、これもここにも18号。これ18号ですね。なんか白髪になってますね、この18号ね。本当は黄色かったんでしょうけど、ちょっと変色しちゃってんですね、これね。うん、はい。で、これがランチですね。これくしゃみした後のランチですね。これピッコロ。これがすごいなぁ。なんかこれね。袋にちゃんと入れてるのになんでホコリが立つのかよくわからんな。ああ、そうか、多分ね、部屋に飾ってた時ね、一人暮らしで。そのままなんでしょうね。で、矢印塀ですね。はい。これがかかった状態でしまってるからこうなってるね。多分ね。で、これも矢印塀。ドラゴンボールね。はい、に座ってるという感じね。デフォルメバージョンですね、これね。はい。これピッコロですね。ちょっと大型の、あの、食玩フィギュアというかね。はい。はい。これご飯ですね。子供の時のご飯。で、これで魔人坊ですね。魔人坊ね。で、これがミスターサタンですね。はい。ミスターサタンね。はい。これ天津飯ですね。はい。で、これがブルマですね。はい。これもブルマです。これ一番最初の時のブルマですね。一巻ぐらいのね。このブルマが一番好きなんですよ、僕ね。この時のブルマがね、一番好きです。ポニーテールですね。で、これはね、結構ね、これ、魔人ブーなんですけど、これよく見たら、ダーブラのね、クッキーにされたダーブラの上に乗ってんですよね。これ魔人ブーがね。はい。面白いですね。ちょっと汚れてますけど。で、これが、ピッコロですね。デフォルメバージョンって感じですね。これね。
はい、これフリーザーですね。フリーザーね。でこれ悟空ですね。スーパーサイヤ人の悟空ですね。はい。はい。でこれが18号ですね。はい。これがあれですよね、神様ですね、はい、ドラゴンボールに乗ってる神様。でこれがデンデですね、はい、デンデ。でこれクリリンですね、はい、クリリンね。でこれが子供の時の悟空ですね、はい、でこれが、あちょっと手が取れてんな、これちょっと直さなきゃいけない。何これ、何これ、 M って書いてある。モーニング娘って書いてあるんで全く関係ないな。でこれがご飯ですね、はい、子供の時のご飯。でこれがなんかメカに乗ってる悟空とご飯ですね。こっちご飯ね。でこれがね、悟空とブルマなんですけど、なんかねこれも恐竜に乗ってるやつですよね、やつで、こう後ろのこれはなんかよくわかんないですよね、うん。これベジータですね、はい。でこれ悟空と父ですね、はい、一緒にバイクに乗ってるっていうね、はい、でこれが恐竜に乗ったご飯ですね。あれ乗ってるんじゃないか、恐竜と一緒にいるご飯とか友達になってるみたいなね、うん。でこれ悟空ですね、はい、ドラゴンボールに座ってると。でこれもこれ、ね、さっきと足が手が取れちゃってるって言った悟空とご飯ですけど、バイクに乗ってる、こっち向きの方がいいか、手取れちゃってるんですよね。ああるやん、こういうことやね、はい。
で、なんか、なぜかね、これね、スーパーサイヤ人のトランクスなんですけどね、首が取れちゃってるんですよね。うん。どっか行っちゃってんぞ、首が。後で出てくるかもしれないですね。ちょっと一応、置いときましょう。はい。はい。ということで、今ね、あ、あった、首。ここにあったやん。はい。これトランクス。これ、このトランクス一番かっこいいバージョンのね、トランクスです。フリーザーを倒した時のね、トランクスですね。はい。ということですね。はい。これでまあ、一応この袋に入ってたのを全部紹介しましたね。ちょっとまあ、またね、せっかく組み立てたのバラバラになっちゃうのしょうがない。またこれ、またね、また紹介、またしていきますね。次紹介することはないかもしれないですけどね。一回紹介したら。ちょっと量が思ったより多いね、これ。今回ドラゴンボールがほとんどでしたね。ほとんどドラゴンボールやな。はい、また出てきましたね、これ。はい、ヤムチャ、ヤムチャですね。で、これが悟空ですね。悟空ね。スーパーサイヤ人の悟空ですね。はい。はい。これも悟空ですね。これもカメハメハ撃とうとしてる時の悟空ですね。で、これフリーザですね。フリーザね。これめっちゃ汚れてるなぁ。ホコリが立ってるのかなぁ。で、これナッパですね。はい。ナッパ。デフォルメバージョンね。これも悟空ですね。はい。はい。これセルですね。完全体セルですね。はい。これピッコロ大魔王ですね。爆裂魔法砲売ってる時かな、これな。あ、違うか。ただの気候派やね。うん。で、これ、クリリンですね。はい、クリリン。で、これ、ベジータですね。これとこれが、だから、セットになってたってことでしょうね。うん。やっぱね、サイヤ人のね、やっぱり、スカウターつけた時のね、ベジータが一番かっこよかった気がするしますね。悟空とブルマンね、恐竜乗ってるやつですね。これもね、前も同じようなやつあったんですけど。はい、これもあったよな。さっきもあったですね、これね。悟空とブルマンのバイクに乗ってるやつね。ブルマちゃうわ。父ね。はい。結構ダブってるやつありますね。同じようなやつがね。これもそうですね。これはあれですね、悟空がバイクに乗ってる、バイクとか自転車か、これ自転車に乗ってるやつですね。うん。
なさいね。ちょっとね、今組み立ててるんでね、難しいなこれ組み立てるの。はい、いやこれで、はい、難しいなこれ。はい、これでいいや。はい、これ銀の特選隊です。外れちゃってるんですよ全部。これがギニョ、ギニョで、でこれがデンデンでちゃうわ、グルドですね。グルドとこれがあれですね、取れちゃってるけどリクングですね。あ、手があったのに手も取れちゃってるわね。でジースとバータですね。手ここにありました、手リクングの手がありました。これね、これなんかね、つけると一つ取れるんですよ。一つつければ一つ取れるからね、固定するの難しいんですよね、これ。はい。ゴルドとね、ギニョがね、つきにくいんですよ、これ。これでいいか。これでいいや。あー、取れるんですよね。はいはい、こんな感じです。取れやすいんですよ、これ、とにかく。固定するのが難しい。これでいいや。はい、一応固定させました。はい、でこれ悟空です。悟空です。こういうことか、これ。ちょっと待って、こうやな、こういうことやな。カメハメハしてるとこで、一応ご飯がね、これね、これ組み立てると、これがこうなってて、これね、難しいんですよね、こういうのってね。ちゃんとこう、あれどうなってんだこれ。こうじゃないのか、付け方が間違ってんだ。あ、こうか、こっちか。やっぱこうで、こうで合ってるよな、こうで合ってると思うんだけども、ダメだ、わかんないわこれ。でこれご飯なんですよね。ご飯、手がないの、手が、あ、あったあった、これご飯ですね。ご飯。これまあセルにとどめ刺すときの悟空とご飯のあれですよね。あの感動的な場面というか、こういうことですよね。こうこうやな。こうやな。はい。これですよ。これね。はい。これなんかよくわからんな。これなんだ。よくわからん。で一応ちゃんとこれあるんですよ。これが。こうやってこれ打ったという、カメハメハ打ってるという感じです。はい、あ、これか、これや、こうや、
こうですね、はい、こうなってたんです。これ何やろうな、これ後ろについてるのかな。あ、こうか、横につくんや、これ横にこうつくんやね、こういうことやね。はい、これ完成ですね。はい、これつけな、これつけられないのか。これこう手につけるんじゃないしな。あ、こうか、ここにつけるのかな、このご飯のこの気候飯のとこに。あー取れちゃった、もうここにつけるんか、こうやって。あ、つかないな、うん、まあいいや。一応まあ完成したんでね、お見せしましたけど、こんな感じですね。はい、なぜかこれが本で出てきるのね。悟空と父のこれが出てきました。はい、はい、これでまあ一つの袋をね紹介しましたが、ちょっとね、ちょっともう1時間そろそろ経つんでね、一旦ここで切るかな。ちょっとね、多すぎるんですね、量が。はい、はい、ちょっと一旦ここで切りますね。はい、またちょっと続きはまた次回させていただきたいと思います。1時間なんで、そろそろ1時間だと思いますからね。あ、 あとこれも今出てきましたけど、天津飯です、これ。これ、上半身だけなんですよ。上半身というか、これ、うん。天津飯ですね。はい。じゃあ今回これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。